ただけませんか。ビル、なんか変。そうか。冷蔵に合わせた言動をしてみたんだけど。似合わない。普段のビルの方がずっとかっこいい。俺もそう思うよ。それじゃ、スーファ。それで、私に何か用があるのだろう。いつまで口を閉じているつもりだね。買っていただきたいものがあります。あなたには何のリスクもない簡単な取引です。ああ。それはフォー氏の命令かね。それとも僕個人の計画です。老人は何も知りません。フォー氏は乗客でね。明日には大きな取引も予定している。それは承知している。だからこそお願いするのです。なかなか面白い話が聞けそう。部屋の方で話そう。したかいあったよ。ベッドもふかふかだし最高だな。ね、スーファ。フィル、ごめんなさい。私のためにこんな部屋まで借りて。ん？値段の心配？いや、そんなの気にしなくていいよ。コンクール出場の記念になるし。それにさ、実を言うと俺も一回こんな部屋泊まってみたかったんだよ。フィル、だからスーファ、もっとこっちに。私でいいの？俺はスーファが好きだよ。誰にも渡さない。それともまだ不安なの？うん、嬉しい。なんだか子供になったみたい。俺の子供になるかい？もう私は隣にいさせてほしい。うん、ずっと一緒にいよう。ええ、あなたと一緒に。ごめんごめん、待たせたかな。遅いよ、フィル君。まったくもう、あなたにも呆れるわ。こんな日にまで遅刻だなんて。あ、私の準備に時間がかかったの。
ったら朝から話してくれなくて。エル、もう怒る気もなくそう。お疲れ様です。よう、ご苦労さん。おい、あの職員誰だ？見たことないぞ、あんな顔。そうか、担当者でも変わったんだろ。そうかな。形式だけで結構ですので、お荷物のチェックを。しっけえな。私は上院議員だぞ。手を離したまえ。申し訳ありませんが、規則ですので。大丈夫かな。お兄ちゃん、肝心なところでヘマする人だから。はっはっはっは。今回は4人の共同作業だ。いくらあいつでも、それほどの無茶はできないだろうよ。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんだし心配だな。あ、スーファ、下がってて。いやあ、スーファ、一言お祝いが言いたくてね。おめでとう。お前はわしの誇りだよ。そろそろ屋敷に戻る決心はついたかね。意地を張るのも潮時だと思う。わかるだろ、スーファ。わしが笑っているうちに決断をした方がいい。ヒロ、大丈夫だね。スーファ。私はもう二度とあなたの元には戻りません。な、貴様、今まで育ててやった恩も忘れて。スーファ。マーフェン様、どうかなさい。ここは人目がありますので。スーファ、怖かった。うん、大丈夫。ヒルがそばにいてくれたから。でも俺、何もできなかったけどね。面目ないです。そんなことない。フィルがそばにいてくれるだけで、すごく心強くて、勇気が出せるから。俺、こんな頼りないやつだけど、
あの老人が何をしてきても、俺きっとスーファを。おお、それはフォーさんも気苦労が絶えませんね。お察ししますよ。ええ、今回は思い知りましたよ。子供に甘い顔を見せてはダメです。厳しく接しなくては。これは恐ろしい。それでどうなさるおつもりですか、その青年とお嬢さんを。お仕置きでしょうか。このままではスーの悪い子になってしまう。あの子が元の良い子に戻るように、親の言いつけに二度と背かないように。何が正しく何が誤り、それをしつけるのが年長者の責務というもの。なるほど。いずれにしても穏やかな話ではないようだ。まあまあ先生、世間話はこれぐらいにして取引に移りましょうか。現物を見せていただけますかな。それでは。これはなんと美しい。これほどの品物を見るのは久しぶりですよ。まさに芸術品。そうではありませんか。マリウス・ロッシ先生。さて、そろそろ時間だ。私も審査に戻らなくては。先生、感謝いたしますよ。これほどの品、世紀の相場ならどれだけの高値がつくか。次回もよろしくお願いしますよ。満足していただけたようで何よりです。それでは。ああ、約束の品だ。せいぜい有効に使うんだね。あれも男だぞ。
めるところは決めるだろう。失礼、遅れました。ロッシー先生、どちらに行ってらしたんです？演奏はもう始まっていますよ。ちょっとやぼ用がありましてね。私のことはお気になさらず、審査に集中してください。我々には無理ですが、彼なら難なく会場に持ち込める。あの男は。撃たないでくれ。約束したじゃないか。計画を止めれば命は助けると。すいません。先ほどからこちらの物音がひどいとの苦情が。あれ？どなたかいらっしゃいませんか？様、おじい様。いや、思い出せんが、悪い夢か。